ヤコブ・ヤコブスは、ベルギーの画家である。ベルギー海岸や、北、アフリカ、中東の海岸の風景を描いた。アントウェルペンで生まれた。母親は作曲家、ベートーベンの演説であった。印刷業を継ぐことになっていたが、両親の許しを得て、画家の道に進んだ。アントウェルペンの美術学校で、ファンブレイ、フスタフ・ワッペルス、フェルディナンド・デ・ブラーケレールに学んだ。ルーベンに移り、 修行を続け、17世紀の風景画家、ルドルフ・バックホイゼンやア,アドリアン・ファンで、ベルデの作品の影響を受けた。北海沿岸やオランダ各地を旅して、多くのスケッチをし、後に油絵に仕上げた。1833年から、ヘントやアントウェル・ペン、ブリュッセルの展覧会に出展した。1838年に、画家のフローラン・モルスト・パトロンのチャールズ・スターや D、 エル・チェラーと共に、地中海、北、アフリカを経て、中東に旅し、ジブラルタル、北アフリカ沿岸、エジプト、ダーダネルス海峡を経て、イスタンブールへ航海し、イスタンブールに数ヶ月滞在した後、小アジアへ旅した。ナイル川をオヌビアまで訴状し、ギリシャを経て、オーストリア、ドイツ、ロシアのサンクトペテルブルクにまで旅し1839年に、アントウェルペンに戻った。 この旅の画集を出版し、そのスケッチをもとに、オリエンタリズムのスタイルの風景画を描いた。1847年にもワッペルスとドイツ語圏の国々を旅し、1850年には北欧を訪れた。1843年からレヨンゲの公認として、アントウェルペンの美術学校で風景画を教えた。主な学生には、ラモリニエール、エミール・クラウス、ヘンス、 マイエルス、ハイマンス、友人ウォルターズ、テオドールフェルストラーテラがいた。1880年に教授職をルッペンに譲った。ありがとうございます。